郎くん。こんな雨の中、すみません。あの子、大丈夫でしょうか？この雨で風邪をひいてしまうかも。そうだな。ただまあ、雨宿りはしていそうだけど。はい。でもまだ子供ですし、本当に大丈夫か気になっちゃって。できていたんだね。体も冷えてないし、汚れてない。バックヤードか倉庫に入れてもらっていたのかな。多分そうだろうな。でもこいつ桃子以外についていかないし、勝手に入ったのかもな。もうお店の人の言うことちゃんと聞かないとダメだよ。しょうがない子ですね。そんな悪い子にはご飯をあげませんよ。今日のご飯はいつも食べてるやつの新商品だよ。おいしいかな。似た者同士だな。はい、どうぞ。喉に詰まらせないように気をつけて食べるんですよ。お、さすが新商品、すごい食いつきだ。うん喜んでもらえてよかったです。食べて偉いね。まだまだあるから焦らずに。でも全部食べて大きくなるんですよ。これじゃあすぐに食べ終わりそうだな。まあこの猫缶の他におやつなんかも買ってるんだろうけど。はい、カリカリやおやつはバッチリです。でも食べ過ぎは体に悪いですし、ほどほどにしなきゃですよね。
まあこいつも雨で心細かっただろうし、今日くらいはいいんじゃないか。そうですよね。こんな小さいのに雨をちゃんとよけたご褒美をあげてもいいですよね。それを食べたらご褒美に美味しいおやつをあげますからね。ふうまくん、ありがとうございます。こんな雨の中一緒に来てくれて。別に礼を言われるようなことじゃない。ただ乗りかかった船だったってだけだ。だとしても今日くらい私に任せちゃってもよかったんですよ。今日来たのは俺自身の責任のためだよ。風磨くんはいつもそう言ってくれますね。隊長として気が弱くて戦いが苦手な私を気にかけてくれますし、さりげなくフォローをしてくれます。学園じゃ風紀を乱すこともしますけど、私が注意したら文句言いながらも従ってくれるじゃないですか。別に気のせいじゃないのか。そういうことにしておきましょうか。ねえ、猫ちゃん。君が食べていいって言ったご褒美のおやつですよ。次は俺も何か買ってきてやるか。いいですね。おすすめのお店がありますから、今度一緒に行きましょう。そうだな。その時は頼むよ。